ジョゼフ・ウレザンスキは、フランスの司祭、政治活動家、人権擁護運動家であり、パリ近郊のノアジーイコールルイコールグランのビドンビルに住む人々と共に、極貧撲滅を目指す団体、ATD 第4世界を立ち上げた。この団体は、現在世界30カ国以上で、貧しい地域の子供やコミュニティのために活動を行っている。また、 1987年10月17日、ウレザンスキの呼びかけにより、飢餓、無知及び暴力の犠牲者にオマージュを捧げるために、世界各国から10万人がシャイオグーの人権広場に集まり、この結果国際連合により、貧困撲滅のための国際デーが制定された。ジョゼフ・ウレザンスキは1917年2月12日、フランス西部のアンジェに生まれた。 ブレザンスキの父は、ポーランド人で当時ドイツ帝国領であったポズナに、生まれ、マドリッと滞在中に小学校教員であった、スペイン人女性と出会って結婚。第一子類誕生後、フランスに移住した。第一次大戦が勃発し、ドイツ国籍であった一家は、退独協力者扱いされ、強制収容所として使われていた、古い神学校の建物に隠れ住んでいた。 第二子は肺炎を患って死亡。大密後ジョゼフが生まれた。戦後、アンジェイの外れの貧民街にあった、旧製鉄所に移り住み、第四子アントワネット、第五子マルタンが生まれた。父は、機械校の資格があったが、敵国ドイツからの移民として扱われ、仕事を得ることができなかった。一度は、時計修理の仕事を始めたが、ある米国人に頼まれた金時計を盗んだと疑われ、 ついに分かずと、故郷ポーランドに戻り、やがて消息を絶った。ウレザンスキの母は、家政婦の掛け持ちをして、生計を立てたが、四人の子供を養うには足りなかった。ウレザンスキは五歳の時から家で飼っていた家畜の放牧を引き受け、週四十数と朝食を得るために、教会の聖歌隊で歌っていた。夜や休日は、 一家で引き受けたタバコの巻紙を作る仕事をしたり、タヤ山に石炭を拾いに行ったりした。学校では、キキと呼ばれ、からかわれた。ウレザンスキというポーランド系の名前が発音しにくかったからである。だが、母から、威厳を持って生きることを教えられたウレザンスキは、からかわれれば殴り返した。仲間からは一目置かれるようになったが、ある時、 弱い者いじめをしていた少年を殴ったために退学になった。この時、貧困は暴力を生むと悟ったという。初等教育を修了すると、最初は地元で、ついで大都市南都に移り住んで、パティシエの修行を積んだ。共産党員と付き合うようになり、友人に誘われて1925年に、ベルギーのジョゼフ・カルデン神父が設立した、カトリック青年労働者連盟。 JOC、JO 現在、日本を含む、世界50カ国以上で活動しているに加盟した。不当な労働条件で働かされ、キリスト教徒になった、若い労働者らと共に戦う中で、ウレザンスキは神を見出し、貧しい人々を教会に、教会を貧しい人々に捧げるために主催になる、決意をした。こうしてウレザンスキは19歳で、ゼロから再出発した。 生殖者やその親族から経済的支援を得て、ラテン語を勉強し、哲学と進学を収めた。1937年10月に軍隊に入隊し、第二次大戦が勃発すると前線に送られ、ドイツ軍の捕虜となったが脱走して、アントラムの神学校に戻って、学業を再開した。学業の傍ら、工場や炭鉱の労働者と共に働いた。 1946年6月29日、ソワソンで司祭に上海された。以後10年間、A ヌ県の貧しい労働者や、農民の多い小教区で死亡した。テルニエの小教区の除人司祭に任命されると、鉄道員の多い同期に、カトリック青年労働者連盟グループを結成し、ゼネストが起きた時にはこれを支持したが、一方で、こうした戦いにすら参加しない極貧の労働者がいる。 ことに懸念を深めていた。フランス選挙会は大都市の貧しい人々と生活を共にすることで彼らの境遇改善に尽力しようと考えていた。ウレザンスキーもこの計画を支援したが間もなく結核を患いサナトリウムで療養した。療養中に母の死を知った。青年の1950年、ウレザンスキーはまだ回復期にあったがローマを巡礼し、 数ヶ月にわたって、貧民街に暮らす人々に会って話を聞いた。シシリー島の遠行も訪れ、過酷な労働の実情を知った。さらに製品と祈りに来た聖フランチェスコの聖地、アシジを訪れたことをきっかけに、世界各国の巡礼地及び貧しい人々が住む地区を訪れた。帰国後、A ヌ県の小村、デュイゼルで主任司祭に任命された。 不祖伝来の広大な土地の所有者がいる一方で、そこで働く貧しい農民、特に季節労働者や移民は不自由な生活を強いられていた。教会は通う人がほとんどいず、打ち捨てられた状態であった。プレザンスキは教会の再建に取り組む一方で、農民の作業を手伝った。農民は彼の仕事に協力し、教会は再建された。プレザンス期は次に、 近隣の他の教会の再建に取り掛かった。ソワソンの司教、ピエール・ドゥ・ヤールは、ウレザンスキを子供の頃から知っており、パリ郊外のアジーイコールルイコールグランのビドンビルに、司祭を派遣するという話を聞いたとき、彼が適任であると判断した。この集落は、1949年に資材を投じて、弱者の救済と社会復帰のために非営利団体エマウスを設立した。 ピエール神父による1954年2月1日の呼びかけによって作られたものである。彼は、ノアジーイコールルイコールグランのシャルルドフランスというブルジョワの土地を買い取り、ここに主にビルドフランス地域圏のホームレスの人々を住まわせた。当時ここには252世帯が暮らしていたが、非衛生的な環境にさらされ、飢えや寒さに耐えながら、 電気もトイレもない掘ったて小屋に住んでいた。ウレザンスキーが初めてノアジーイコールルイコールグランを訪れたのは1956年7月14日のことである。彼はここで出会った家族は私に母の貧しさを思い起こさせた。いきなり私に飛びかかってきた子供たちは40年前のアンジェの私の兄弟、私の姉妹であり、私自身であったと回想している。 ウレザンスキは住民たちに子供の遊び場と図書館を作ろうと提案した。本当に必要なのは移植より威厳だ。他人の世話にならないことだと考えたからである。ついで礼拝堂、作業所、洗濯場、託児所、美容所を作った。翌1957年、ウレザンスキは貧困は人間が作り出したものであり、人間だけがこれを撲滅できると主張し、 国貧撲滅を目指す住民たちのボランティア運動を、ATD 第四世界を立ち上げた。第四世界とは、聖職者、貴族、平民の三部会より、さらに会の国貧の人々を表す、第四身分として、ウレザンスキが名付けた言葉であり、現在は、最貧国、最貧地域の意味で使われている。ATD は、設立当時は、エイドアチュットデトレスのアクロニムであったが、 現在では同じアクロニムでアジアナートゥースポアーラリグナイトを表す。当初は行政上多くの問題があった。行政手続きを行うためには定住所があることが条件となるためホームレスとしてノアジーイコールルイコールグランに暮らす人々には教会設立の申請ができなかったからである。プレザンス機は外部の人々に協力を求めた。この時出会ったのが シャルル・ド・ゴールの名で人権擁護活動家のジュヌビエーブ・ド・ゴール案である。彼女は民族学者、人類学者のボリスビルでアナトール・ルビツキー、ジェルメーヌ・ティオンらを中心とする人類博物館レジスタンスグループの活動に参加したことでゲジュタポに逮捕され、ラーフェンス・ブリュック強制収容所に送られた経験を持ち、初めてこのホームレス収容所を訪れたとき、もう一つの収容所。 あのラーフェンスブリュック強制収容所のことを思い出した。あの風景、あれは生から切り離された場所だったと語っている。中央アフリカ共和国のチャド国境付近の村を訪れたウレザンスキ1958年、ウレザンスキは任務を終え、A ヌ県に戻ることになっていたが、住民たちが VR 司教に請願書を送り、ウレザンスキ神父は我々の精神的指導者であるとして、 派遣延長を求めた。VR 司教はこれを認め、ウレザンスキは1974年までビドンビルに暮らし続けた。彼は貧困対策に必要なのは施しや事前ではなく、人間としての基本的な権利を与えること、社会に立ち向かうことができるよう、助けを起こすこと、侮蔑されるもの、他人より劣ったものと感じさせないこと、どんなことがあっても彼らを守ることと繰り返し訴えた。 そしてそのために必要なのが教育と就業であった。学校をサボる子供は容赦なく、叱りつけ、差別を受けながらも、職探しを続ける若者たちを支援した。やがて住民の中から、貧困撲滅活動家が育ち、他のビドンビルからの求めに応じて、常任ボランティアとして、フランス各地で活動を展開した。こうした活動は、ジュヌビエーブド・ゴールを中心に、 カトリック作家、フランソワ・モーリアックなど知識人や政治家の支援を得るなどして世界中に知れ渡るようになり、彼女が会長に就任した1964年にはアメリカ合衆国に支部が設立された。また、貧困研究国際委員会が設置され、以後 ATD 第4世界は国際運動に発展していった。現在、フランス観光庁、 人権擁護団体などの国内組織はもちろん、アムネスティ・インターナショナル、世界の医療団などの国際組織との連携により、世界30カ国以上で貧しい地域の子供やコミュニティのために活動を行っている。また、アジアで ATD 第4世界のネットワークに参加している国は日本を含む15カ国に及んでいる。1974年、 プレザンスキは ATD 第4世界の運営をジュヌビエーブ・ド・ゴールに任せるとノアジー・コールル・イコール・グランを離れ世界各国での活動を牽引する一方彼らがバチカン・エリゼグ国際連合ユネスコ・ユニセフの階段を上って自分の声を届けることができるように正解に働きかけた1987年2月10日経済社会評議会に プレザンス期報告書を提出1979年政府諮問機関経済社会評議会の議員に任命された彼は長年にわたる調査の結果をまとめ1987年に極貧と経済的社会的不安定を提出した彼はこの報告書で貧困は人権侵害であるとしすべての人々が恐怖と欠望から解放されること そして他のすべての権利に先立って生きる権利をまず強調すべきであると主張した。また、貧困の概念と密接に関わる不安定という概念を職業、家族、社会における自らの義務を引き受けることを可能にし、かつ基本的権利の享受を可能にするための保障の欠如と定義し、このような保障の欠如が深刻な影響を及ぼし、 永続的なものとなるときに国賓につながると分析し、したがって失業保障のない失業者、単身女性、多重債務者、ホームレス、250万人の貧困者に向けた所得保障、住宅保障、医療保障が必要であると訴えた。このウレザンスキ報告書で提言された施策は1988年の RMA 制度導入として結実し、さらに同年、 ウレザンスキに代わって、経済社会評議会議員に任命されたジュヌビエイブド、ゴールが彼の意思を継ぎ、さらなる実現に取り組むことになった。1987年10月17日、人権広場で演説する、ウレザンスキ1987年10月17日、ウレザンスキの呼びかけにより、飢餓、無知及び、暴力の犠牲者にオマージュを捧げるために、 世界各国から10万人がシャイオグーの人権広場に集まった。プレザンスキはあなた方のために証言すると題する演説を行い、元欧州議会議長シモーヌベイユの立ち会いのもと人権広場に記念の石板を設置した。広場の一方の端にはすでに1985年2789年、フランス人権宣言第1条の 人間は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、生き続けるという言葉が刻まれた石板が設置されていた。この日、広場の他方の端に設置したウレザンスキの石板には、1987年10月17日、あらゆる国の人間と市民の権利の擁護者がこの広場に集まった。彼らは、飢餓、無知及び暴力の犠牲者を追悼し、 貧困は宿命ではないという信念を確認した。彼らは世界中で貧困撲滅のために戦う人々との連帯を表明した。人間が貧困生活を余儀なくされているところでは人権が侵害されている。人権尊重のために団結することは神聖な義務である。ジョゼフ・ウレザンスキ神父と刻まれている。また、この結果、 多くの国で10月17日を国賓と戦う日と定め、1992年の国連総会において、正式に貧困撲滅のための国際デートすることが宣言された。ウレザンスキーはこの4ヶ月後の1988年2月14日、シュレンヌで心臓手術の結果、死去した。年71歳、ATD 第世界国際センターのある、 メリーシュロワーズに埋葬された。同じワルドワーズ県のバイエアンフランスに設立された、ジョゼフ・ウレザンスキーセンターは、彼の全著作物を所蔵している。没後、ジョゼフ・ウレザンスキーの電気が多数出版された。ジャンクロード海洋は、著書、ジョゼフ・ウレザンスキーのささやかな人生の冒頭に、最大の不幸は、お腹が空いていることでも、読み書きができないことでも、仕事がないことでもなく、 自分の苦しみすら無視されるほど、無能扱いされることだという言葉を掲げている。貧困対策のあり方を根底から変えたとする、ジョルジュ・ポール・キュニーの著書、貧困に対して、戦布告した男の序文で、ミシェル・ロカールは、貧困対策に尽力した人間はたくさん知っているが、心の傷の深さを知っているからこそ、その撲滅に取り組んだ人間は一人しか知らないと書いている。 ありがとうございます。